田所病院の外観の撮影は意外な施設で行われることに。使用されたのは北九州市交通局。看板を取り付け CG で一部を加えることで田所病院の外観は作り出されました。お願いします。これどっちが、はい、まだベルト締めますね、はい、よいしょ。皆さん本職の方なので安心して。そうですか。ありがとうございます。失礼しますよ。すいません。ここでは事件が終わって救急車で運ばれる早見の撮影が行われました。とここで坂口さんにあるミッションが。それは覗きながらいいですか。もちろんですよ。じゃあなんと坂口さん、早見の視点のカットをご自身で撮影することに。あの今あれ4階建てて、あの上にあの田所病院という上があるんですよ、4階部分が。できれば自分の足もちょっと入りつつ、こう行くときにこう、あちょっと上げていく。カメラマンに指導をしてもらい、映画撮影にチャレンジです。上が入らないようだったらちょっと振り上げてもらえば。あなるほど、振り上げ、なるほど。これね、プレッシャーがもうやりやすい。最初は自分の足を入れてもらって、こう行って中にこう、いや、この屋根で被る前に、被る前に、にあそれが見えたいじゃん。イマジン。いよいよ本番。はい。もうあれですね、なんていうかもう見てる景色がやっぱりちょっと違いましたね。何言ってんの。意外と難しいな。意外ととか難しいもんだと思ってたけど、難しい。でも多分 OK ですね、絶対に。多分 OK でしょうね。多分 OK、 絶対 OK。 間違えてきてる。 OK 一発 OK。 イエーイ。無事に OK。 もう理想通りでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。持っただけでもう体が怖くなる。チーフと技師を横に置いて僕らも。でもなんかいい写真ですね。これいい写真ですね。デジタル配信をご覧の皆さん、こんにちは。この度、映画仮面病棟デジタル配信のリリースが早くも決定いたしました。すべての謎を解くまで、この病院からは決して逃れられない究極のノンストップ脱出ミステリーです。ぜひデジタル配信でご覧ください。その日病院は仮面の凶悪犯に占拠された。閉じ込められた当直医の早見と女子大生の瞳。この病院謎だらけ。謎、謎、謎。その謎を解くためにこれだけはやってはいけないこと。静かに謎を解け。仮面病棟。やめないか。警察へ垂れ込むな。仮面病棟。密告は決してするな。仮面病棟。謎を解こうとしてしまうとお仕置き。仮面病棟。